DAZN。キーパーが今シーズン限りでの現役引退を発表しました。関健太郎です。フォーバック右から前、下堂、平南、新保、ダブルボランチ出場停止明けの間、パートナーは佐藤健介です。右が野より左が吉岡、2トップ末永、若月のセットです。キーパーが渋谷、3バック右から関口、林田、今日は満車が入っています。ダブルボランチは中山、佐藤和弘のセット、右が飯田、左が小林、シャドウがアダユトン、トリカイ、ワントップ三平です。角度を変えます。さて中山は遠目から右足振っていきました。中山、はい、真ん中まで飛んだボールこぼれて野よりふわりと浮かしてセカンド争いです。ヘナンがコースを変える。おーっとー、まだあるか、野より最後まで渋谷がついていきました。さあ左に広げたアダユトンです。下堂を釣り出しました。アタッカーアダユトン無理せず戻す、戻して小林のダイレクトでクロスボール、三平、決定機でした。甲府ね、早めに入れた。末永には通りませんでしたが即時奪回、2人で行った。若月、そして吉岡、いいね、若月切り返す、深い切り返しから左足、ナイスカバーは満車かな。そうですね、よく防ぎました。まあ、ここの切り替えね、ものすごく早かったですね。あの交代プレイヤーでやっぱり最初のどう入るのかっていうのが大事なんですね、やっぱね。ここも若月が狙っている。若月が入れ替わった。招集の突貫小僧が通りました。再三裏抜け仕留めた若月、先制レノファ山口 FC です。まあ、本当にずっと狙ってた形ですね。前半ね1回ありましたけれども、同じような感じですよね。まあ、最初ギリギリっていうよりはちょっと遅れたところが入ってますし、まあ、このボールも良かったですよね。タレントが変わりましたので、したがって6番の小林の立ち位置、立ち回り方がちょっと変わっています。アウトスイング、レフティーの小林のボール、鋭いボール、うわー、いいボールでした。ナイスボールですね。はい、スピード感もねありましたし、関の長いボール、コースを変えた。若月反応、胸コントロール、ゴリゴリ運んだ、ゴリゴリ運んで倒れた。惜しかったですね。ファールです。遅れて取りました。あら、おっと、満車に対してのちょっと厳しいのかなっていう、レッドカードです。ちょっとざわついてますからね。まあ、ノーファールでもっていうとこでしたけど、まあ、ファールの判定を取るなら、まあ、入れ替わってどうぞっていうとこですかね。はい、接触はありますけど、ちょっと厳しい判定かなと。若月の右足強烈、渋谷ファンブル。まあ、理想はもう少し外側ですかね、右の外だとは思いますけれども、新保は陣地回復、拾う、小林聖吾、強烈な右足でした。斜めのパスも入れたりもしてますし、小林、左足クロスが入ってくる、こぼれて左足、いや決定機でした。甲府、木村のシュート、野より選手がいたポジションに吉岡選手が入ってますね。はい、で左に小林聖吾とこういうことになりそうです。おお、取り替え、いや右
右からのクロスボール中で待っていました。精度も高かったですし、間うまく入ってましたけどね。ラインを合っていません。山本入れ替わったが林だ。ナイスカバー。よく足を出しました。旗が上がったぞ。その後にっていうところですかね。このスライディングした後ってことですかね。山口ベンチはもう総出、はい、不審からそうですね、ありましたね。林田のスパイクが山本に当たって、まあ、そこに対しての山口は危ないじゃないかという今総立ちでのジェスチャー。おーっと、これはちょっときついかな。おっとっと、おっとっと、レッドカードです。このここあれが振ったっていうジャッジですよね。その最後の右足ですよね。はい、スリカツ。ヘナンのクリア、柔らかいタッチ、小林誠吾。後ろからのボール、ピタリとクッションコントロール、見事な仕上げ、小林誠吾、2対0山口です。いやー、入れ替わりだったと思いますけどね。この前線奥山選手はオフサイドポジションにいて、まあ、ここから入れ替わって出た。いやでもこのトラップは見事ですね。ものすごい高いボールですし、まあ、これを足元にぴったり、まあ、ちょっとでも離れたらね、詰められてましたし、まあ、その後もね、落ち着いて流し込んで、もう本当試合を決めるね、素晴らしいゴールですね。小林誠吾、途中出場1ゴールキープ、そしてスローイン、104分。ここで試合終了の笛です。昇格もない、降格もない、それでも人生を捧げるサポーターがいる、レノファの意地です。8月24日第28節長崎戦以来、8試合ぶりの白星です。ダゾーン。